カイロでロストン正教国を目指すエーリークたちはロストン行きの船を探すためカルチノ共和国領の貿易港キリスに向かった。カルチノはフレリアの同盟国、豪商たちが治める信仰の国家である。カルチノの代表者である長老クリムトはフレリア王国とは同盟関係を結び、今回の戦争においてもフレリアに支援を約束していた。先行するフレリア王子ヒーニアスもカルチノ領を通りジャハナ王国へと向かっている。カルチノ領に危険はない。エイリークはそう信じていた。九章、荒廃の刃。成績は常についえた。だがルネスの成績は未だどこかに隠されている。グレンよ、バルターよ、ルネスの兄弟を追え、あの者たちの持つ腕は奪うのだ。グレンはエイリークを、バルターはエフラムを追え。はっ。ククエイリークか。あれはいい女だった。愛のエフラムも思ったより食いがいのある獲物だ。血が踊る楽しい時間になりそうだな。ケセルだよ、アーブよ、お前たちは残る国々の成績を砕け。ケセルダはジャハナ王国、アーブはロストン正教国へ。他の国の忌まわしき成績を破壊せよ。フェフェ、お任せくだされ。では早速ロストンを崩す下準備に取り掛かりますかな。はっ、俺はジャハナかよ。ついてねえな。傭兵上がりの俺にとっちゃクソ忌々しい故郷だぞ。デュッセ、お前はフレリアへ向かい、フレリア軍を率いるエフラムを撃て。セライナ、この程度にて待機せよ。お前には後ほど新たな命令を与える。はっ。いろいろみんな大変だな。待って、エリーク。来たターナ、どうしてここに。あなたはフリリアの王宮に残るはずじゃ。もう使えるのか、ターナって。だってエリークったら何も言わずに出発してしまうんだもの。エフラムと一緒に戻ってきたのに、また危機な旅に出るなんて。私はエリークの友達よ。だからエリークについていくわ。ヘイデン様はご存知なの。うん、反対されると思ったから。でも私、どうしてもエリークが心配なの。ありがとう、ターナ。気持ちは嬉しいけど、でもヘイデン様はきっと。エフラムもエイリークも、お父様もお兄様も、みんな一つになって戦ってるわ。なのに私一人がのけものなんて嫌なの。ね、お願いエイリーク。もう、わかったわ。あなたの気持ちを無下にはできないし。一緒に行きましょう、ターナ。ありがとう、エイリーク。何気にターナってあれですよね。エイリークが唯一タメ口で話す人なんだよな。基本エイリークは敬語なんだけど。エイリーク様、これが、ここがキリスの港です。この港から北海を通ればロストンまでは10日の旅です。潮の匂いがします。とても賑やかなところですね。ここは貿易の拠点。他国の者たちも多く行き交っています。エイリーク様も、のご身分を削られぬよう、どうかご用心。はい、分かっています。私は傭兵団の一員、名前はエイリス。ロストンへは傭兵の依頼を受けるために向かいます。では船を探しましょう。船着き場はあちらのようです。え、どうされました。チェト、あそこにいるあの方はもしかして。お、ラチェルたちだ。まあ美味しいですわ、この砂糖菓子。まったりしているけど、しつこくなく上品だけれど、淡白ではありませんわ。うわぁ、全くですな、ラーチェル様。あなたは？まあ、あなたは。以前お会いしましたね。魔物と出会った時、お連れの方と一緒に現れた。確かラーチェルさんでしたか。こんなところでまたお会いできるなんて、きっとこれも神のお導きですわね。
っていうよりついてなかったってのが正しいんじゃ。そうそう、この砂糖、このお菓子なかなかいけますわよ。お一ついかが？ありがとうございます。いえ、そうではなく、実は私たちはロストン聖教国へ急ぐ旅の途中なのです。それでロストンへ渡る船を探しているのですが、まあでも船は出せませんわよ。え、私もちょうどロストンへ帰るとこでしたの。私実はこの町の有力者に顔が利きますから、先ほどそのものをここに呼び出し豪華客船を手配するよう命じていたのですわ。でも今はどの客船も商船も怖がって船を出そうとしませんのよ。何でも海に巨大な幽霊船が現れ、次々と船を沈めてしまうんだとか。そうなのか。私がそこに行けば、立ち残りにそのものを成敗して差し上げるの。幽霊船ってエフラム編であるよ、確か。エイリーク編でもあんのか。そうなのですか。困りました。どうしてもロストンに急がねばならないのですが。心配いりませんわ。海がダメなら陸路を歩けばよいのですから。陸路ですか。ですがそれは大変遠回りな旅になってしまうと聞きましたが。ええ、でもそれが良いのです。これは神の与えたもうた試練ですわ。来たるべき時、巨大な邪悪に立ち向かうために。今はまず足腰を鍛えよう、ラーチェル。そう神はおっしゃっているに違いありませんわ。わかりましたわ、神よ。あなたの忠実なるしもべ、ラーチェルはこの試練見事乗り越えてみせますわ。いや、あんたはそれでやり遂げた気分かもしれませんけどね。さあ、行きますわよ、ドズラ・レナック。しっかりついていきなさい。なあ、お待ちを、おマーチェル様。さあ、レナックよ、全力で走るぞ。誰が最初めに力つけて倒れるか勝負じゃ。ああ、もう何が何だかな。まだ仲間にはならないのか。あの、ゼト、もしかして、あちらはフレリア、ロストンとは正反対方向でないでしょうか。エリク様がお気になさる必要はないかと。それより我々はどうすべきか考えねばなりません。陸路はかなりの長旅になります。他に手段がない場合は、致し方ありませんが。そうですね、どうしましょうか。どうしましょう。あんたがエルネス王女エリクだな。え、貴様何者。悪く思わねえでくれよ。あんたがここで死んでくれりゃいい金になるんでな。悪いがその首もらうぜ。全身緑だな。あ、え、あー、パターナ強制。はい、はい、皆さんどうもこんにちは、ブドウです。ファイアーエンブレム聖魔の功績エリク一人旅、続きをやっていきたいと思います。はい、まあ今回からですね、エイリーク編になるんですが、まあ前回も言いましたけど、エイリーク編は初見です。はい、どうしよう。まあ最初普通にやっていきたいなと。おお、なんか一本道かな。ビンクス。おお、まあね、まあエイリーク編に分かれた途端から結構敵がきつくなるんじゃないかなと思うんです。あ、海賊がいるじゃん。まあ最初普通に進んでいくか。どうしよう、海をこう渡っていっても、あーでも訪問したいな、訪問したい、訪問したい。ゼトいるかな。ちょっと一旦いろいろやってみたいと思います。ターナでさ、海を渡っていけばさ早く済むんじゃないかなっていう感じで、はい、一旦記録するか。それではですね、まあ普通にやっていくか。一旦ちょっと切ります。はい、というわけで最初どうしよっかな。これはなんだ、武器屋か。ちょっと最初ね、あ、ターナ、あーマジか、海を渡っていこうかな。最初の作戦は、わあ、曲が変わった。この曲結構好きなんですよね。キルソード。お、覇者の証。なんか金になりそうなものがいっぱいあるな。
まずね、ちょっと海賊の範囲に気をつけながら、あ、待てよ。まず一匹ちょっと釣るか。手斧とかいないね。じゃあ一旦ちょっとね、釣ってから救出していきたいなと。お前ら何しに来たんだ。ほら余裕あったぜ。あ、これ勝利条件なんだろう。ドゥルルルドゥルルドゥルルドゥルル。敵全滅か。とりあえず訪問だけさっさとしたい。訪問だけ、訪問さえすればね。ドゥルルドゥルル。この辺が安全か。ちょっと空輸するか。長弓とか持ってなかろ。大丈夫やろ。ちょっとあの、あ、海賊が。おお、ま、おお、結構いっぱい来た。トゥ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 。下ろして限界まで逃げるか。トゥ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 。もうちょっとね、関節持ちがね、ちょっとうざったいんですよね。関節持ちが こいつとかさ。あ、あ、え、ま、塞がれた。うわー。あ、てかそういえば天使の衣も使ってなかった。あ、やばい、塞がれた。うわー、うわー、ちょっと民家がやばい。民家が、どうしよう。ターナ間に合うかな。左、あー、ちょっとこいつ、あー、不可能なのかな。どうしようかな。無理っぽいな、なんか左は。何がもらえるんだろう。後で調べよう。おお、どんどん来る。聞くか。てててててて。ああ、なんてことを。ここの村は間に合うよな、さすがにな。うん、うわ、間に合うね。うわ、え、でもさ、左の村って最、あれ、また塞がれたし、最短で行ってももう絶対間に合わないんじゃないかな。どうだろう。だってもうこん、あ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 、うえい、全体止まれ。カルチノの両兵どもが間もなくルネス王女を討ち取る。我々グラド軍の任務は後始末だ。戦いになどならんだろうが、いざとなればグラド帝国のために命を懸ける。あ、あの隊長、自分はどうすればよいでありますか。貴様は。は、はい、シルバの村のアメリアであります。祖国グラドのために自分も戦いたいと志願し、本日付でここに配属に。貴様の素性などどうでもいい。新兵は前だ。槍を構えて並べ。あ、はい、この槍で敵を倒すんだ。怖くなんかない。私はグラド帝国民だから、グラドのために戦わなきゃ。が、頑張るぞ。来たー。じゃあこれ絶対エリークだろう。あ、しかも、あー、まあもらっとくか。どうしよう。ちょっとここにね、塞がんどってほしいけどね。ここ届かんよね、さすがに。あ、
ああ。でどでど。ちょっと道を塞ぐの勘弁してほしい。ここがね、ちょっと残念でならない、ここ。どうしよっかな。下手に動けない。この辺とか安全じゃねえの。ああ、あいつはターナーを標的にしてるな。ああ、やべ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 。さあ、他にもうあそこ、よしね。ちょっと海賊をねどうにかせんとね。いやでも、ね、アメリアはですね、結構その初見とか2周目のプレイではね、もうめっちゃ育ててましたね。最初はねすっごい弱いんですけど、成長したらすごい強くなる。あ、これいけるな。よし、やっと訪問できる。訪問な、なん、なんだなんだ、勘弁してくれよ。戦争だからなんだか知らないが、俺たちを巻き込むなってんだ。何、あんたらも巻き込まれたか。だって、うーん、じゃあこいつをやるから早いとこなんとかしてくれ。おーい、もらえるのか。はい、でどうしよっか、こいつらをなんとかしたい。二人をな、どうにかしたいんだよな。救出して下に下ろすか。で、アメリアの範囲にも気をつけないとね。救出して右側にポンと下ろしてもいいね。あー、ちょっとまず挟まれた。あ、やり直します。